何千年、何百万年前にこの地球を歩いた人類は、今の私たちとは全く違う姿をしていました。私たちの何百万年後かに生きている人たちは、おそらく今の私たちが思い描くような普通の人間とは違う姿をしていることでしょう。もしかしたらちょっとカニっぽい顔になっちゃうかもしれません。冗談にも聞こえますが、実際にその通りになるかもしれませんよ。確かにカニは私たちの身の回りにたくさんいますが、今日のお話はそういうことではありませんよ。他の生き物も何らかの形でカニに変身しているのです。これはカーシニゼーション、いわゆるカニ化と呼ばれるもので、カニがとてもクールであることに気づいた進化がカニに似た他の生き物を作ることにしたプロセスです。少なくともカニではない5つの動物グループの中で、この現象はすでに5回も起こっています。カニではないけどちょっとカニなんでしょうか。さて、冒頭の話に戻ります。まずカニと聞いて何を思い浮かべるでしょうか。おそらくダンジネスクラブのようなものを想像するのではないでしょうか。平べったい、背の低い、四角い、あるいは丸みを帯びた体、隠れた尾、そしてカニの裏側に見える腹部など、一度見ればすぐに思い出せますね。つまり基本的にはこのような楕円形の体型を見るとカニだと思うわけです。しかしカニが必ずしもそうである必要はないのです。約1000万年前、現在のニュージーランドの沖合に長い足と爪を持つトゲトゲの動物が獲物を探してうろうろしているのが見えます。カニのような形をしていたら自然な動きと言えるでしょう。しかしこれは現在のタラバガニの太古の祖先の話です。科学者が発見した化石は一つだけなので、彼らについてあまりよく分かっていません。しかし野球ボールほどの大きさの体に丸くて尖った甲羅を持っていたことは分かっています。さらに現在のタラバガニと同じように深くて冷たい水の中で生活していたと考えられています。もしこの古代のカニを見たなら、今のカニと同じものだと思うでしょう。でも実はちょっと違うんです。なぜならこのカニはイビ類と呼ばれる別の種類に属するからです。この種類はヤシガニやカニダマシカのような偽のカニがたくさんいる甲殻類という大きなグループです。なるほど、楽しそうで平和な生き物に見えますか。いいえ、実はこれらの偽物はロブスターやエビのような長い体と尾を持つ甲殻類から進化してきたものです。そしてなぜかみんなカニに見えるようになったのです。学校で人気のある女の子と同じような格好をしたがるのと同じです。カニってそんなに人気なんでしょうかね。ここでは柔軟性が大事なようです。カニに似たこの生き物は約3億6500万年前まで遡ることができます。最初の実脚甲殻類はパラオパラエモンと呼ばれるものです。実脚甲殻類とは足が10本あることから付けられた名前で、このグループにはロブスター、ザリガニ、エビ、カニなどが含まれ、本物も偽物も混ざっています。パラオパラエモンはロブスターのように見える最も古い実脚として知られていて、現代のロブスターと同じように海底を歩き回る生活をしていた可能性が高いと推測されます。2億6000万年前、実脚は本物のカニと偽物のカニの2つのグループに分かれていました。カニっぽく見せようと努力もしていなかったような見た目の最古の本当のカニは1億8500万年前に現れました。最も古い偽物のカニ科が生存したのは1500万年前で、彼らはロブスターに似ています。しかし進化によって両者は現在のカニの姿に近づいていったのです。動物学者のランスロット・アレキサンダー・ボラダイルは、これらすべての生き物が少しカニっぽくなりつつあることに最初に気づいた人物の一人です。彼は1916年にカーシニゼーションという名前を思いつき、この現象を説明しようとしました。ロブスターには長い尾があります。それが長い年月を経て短くなり、体の下に入り込んでしまいます。その狭い前部、いわゆる甲羅はより平たく、より広くなり、カニのような姿になりました。そしてカニのような姿をしていることで運動性能が向上する可能性があります。丸くて平らな体は走ったり歩いたり泳いだり、必要な時には穴に入ったりと、かなり効率的に動くことができるんです。中には木に登れるカニもいるんですよ。
それを聞いたらハンモックでゆっくりできなくなっちゃうかもしれませんね。嫌だな。そしてエビやロブスターに近い形をした動物たちは泳いだり穴を掘ったり海底に散らばったりすることしかできません。別の説ではこの形は捕食者をより効率的に避けるのに適していると言います。長い尻尾がなかったとお話ししたのを覚えていますか。だから弱点は少なく、さらに言えばお腹を空かせた捕食者が見ていない間に掴めるような脆弱な部分がなくなったと言えるんです。またロブスターが夢見るような場所に隠れることだってできちゃいます。さらに横歩きもできるようになったんですよ。そのおかげでカニは他の似たような生き物よりも早く動けたのかもしれません。そしてカニらしさは同時に世界中に広まりました。基本的にカニはより多くの場所に行き、より多くのことをし、外敵から逃げ、よりよく隠れることができるようになったのです。でも誰もがカニになれるわけではなく、どんなに努力してもうまくいかないこともあります。なんとある甲殻類は時間の経過とともにカニのような体を失ってしまうケースに見舞われました。そう、逆カニ化と呼ばれるものです。この現象自体は本物のカニにも起こっています。その良い例がカエルガニです。このカニを見た時、あなたはカニが飛び跳ねたり泣いたりするのを想像したのではないでしょうか。それでは9500万年前から9000万年前に生息していたカニの化石はどうでしょうか。カニかと思いきやちょっと違うところがあるんです。前肢はオールのような形をしているし、目も大きくなっています。しかもこの目は普通のカニのように茎のような目があるわけではありません。まるで子犬のような目をしているようです。あのキラキラした目ですね。そしてこのカニっぽさが新しい生息地を容易に植民地化し、多くの新種に分裂する能力と関係があるのではないかと考える科学者もいます。つまりカニはそこら中にいるし、何千ものカニの種があるのです。でも冗談はさておき、私たちがカニになることはないと言えるでしょう。多くの動物がそうなっているのは怖く見えるかもしれませんが、これは甲殻類の中でしか起こらないことなのです。他の種もカニ化するという証拠は見つかっていません、今のところは。近縁の系統が進化し、その後全く異なる地域、時には大陸で多様化することは他の生物でも同じことが起こっています。例えば哺乳類、ここには2つの大きなグループがあり、世界中に広がっています。有袋類は袋状の哺乳類で、小さくて可愛い子供を産みます。そして胎盤類、このグループには私たち人間も含まれています。この2つのグループは1億年以上前に共通の祖先を持っています。母なる自然はこれらのグループを隔離して、その体がどうなるかを実験したようなものです。だからマウス、モグラ、アリクイ、フクロモモンガ、ネコはそれぞれのグループに1匹ずつ2種類のバージョンが存在します。体だけでなく臓器やその他の構造もここで独自に進化していますよ。私たちは網膜、虹彩、水晶体を持つ複雑なカメラのような目を持っています。タコやイカにもありますよね。私たちとは関係ないのに、分子でさえも生命の木の中で独自に進化しているのです。私たちの目にあるものを見るための分子はハコクラゲの中でも進化しているのです。私たちの住む地球で起きていることなら、宇宙のどこかで同時に起きていることかもしれません。もしかしたら私たちにはキーに映らない生き物がいるかもしれませんよ。もしかしたら私たちと同じような方法で成長しているのかもしれませんし、私たちが思っている以上に身近な存在なのかもしれません。あるいは巨大な超カニっぽいカニなのかもしれません。うわー